はい、ただいま急遽ですね、このウォッチャン列車が、ま、やってまいりましたので、ちょっと今からですね乗ってですね、今日本日最終便ということで、今から道後温泉の方に乗っていきたいと思います。そうだよ、一応この蒸気機関車の形をしてますが、ディーゼルだそうですね。ちょっと夢を壊しますけども、でもちゃんとですね、このロッドがちゃんと動くんですね。はい、ちゃんと釜も装備してますけども、ちゃんとですねネジ式連結機ですよ。バッファーがついてますね。はい、車内はですねこんな本物の木を使ってるみたいですね。もうこの座席もですね、この板張りっちゅうね、だいたい8名ぐらい乗れるらしいですね。両サイド4ぐらいで乗れるみたいですよ。ただ今この時期ですからどうでしょうか。通気口ですね、こうするとあれなんですね勝手にさっちゃいかん。暑いかなと思ったけど、結構風がですね、全体に入ってきてますんで、だいぶ涼しいですね。
をどれぐらいだと皆さん思いますか？100万。他にないですか？死ね。死ね。知ってるね。死ね。結構乗られてるので、はい。他にないです。最後に言ってんの答え。他にないです。はい、7000万。他にないですか？5000万。5000万。ああ、いいですね。他にないですか？オークションで。1億。他にないですか？いくらだと思いますか？2億。ありがとうございます。正解わかるかな？計算してね。5000万ということですけども、実はですね、私の地元九州の熊本市はもうですね、夏目漱石の大変ゆかりのある地であります、まあ、それのつながりでですね、坊ちゃん列車みたいな列車が走ってもいいんじゃないかと思うんですけども、はい、では終点ですね。これですね、方向転換を行うそうですよ。はい、また二次式の連結を外してます。大変手際が良いです。はい、これ、はい、OK、機関数外れまして、これから客車をですね、また、これもまた人力のようですね。これをですね、毎回、方向転換をするたびに、やってるそうですよ、はい、雨の日もですね、こういう暑い日でも、乗務員の方が人力でですね、この機関車を、方向転換したり、客車をですね、扱いをしたりしてるそうです。大変手際がいい作業です。山
ですね、なんか大変運転手さん皆さん楽しそうに仕事されてますね。おっちゃん列車に乗ってですね、道後温泉駅まで着きました。伊予鉄のですね、道後温泉駅まで着きましたよ。中にはスターバックスコーヒーがありますね。なんか大あすごい、趣のある駅舎ですが、結構新しいそうです。はい、でこちらにはですね、今乗ってきました、あおっちゃん列車が明日の始発までですね、こちらで展示されるということです。先ほどですね、度肝を抜く、方向転換をしまして、ここに、置かれているところです。いやー、あの二軸車のですね、独特の乗り心地、はっきり言ってあの乗り心地悪いです。見てください、このあの板バネというですね、これであのショックを吸収する板バネというのがありますね。これ、はい、これ板バネですね。これ以外、乗り心地を良くする装置っていうのは全然ついていません。はい。なのでですね、もう大変、ポイントのところ、分岐点のところとかですね、つなぎ目っていうところが、かなりガタ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 と振動が伝わってきます。またですね、車内、撮影させてもらいましたけども、座布団なんか引いてなくてですね、このように、はい。板のですね、椅子なんですよね。めちゃめちゃお尻が痛いですね。しかしですね、これも独特なですね、二軸車の乗り心地ということで、これもご愛嬌という形でしょうか。はい、大変乗っててですね、大変楽しかったですよ。本当、夏目漱石がですね、これを見まして、マッチ箱のようだという小説をの一部にですね、なんか読んだということで、なんかですね、私もちょっと 文学はちょっとわからないので、そういう一文があるそうです。よくできた、これディーゼルですね。蒸気機関車と思ったらこれディーゼル機関車なんですね。先ほどですね、紹介したように、衝撃的な方向転換をする機関車ですよ。忠実に再現されててですね、これ、この3両編成でですね、2億5000万円したそうですよ。はい、